賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。白石さんのところでね、はい、白石さんは1日にミネラルウォーター何本ぐらい飲みますか？そうですね、500ミリリットルのペットボトルで3本ぐらいは飲みますかね。結構飲むんだ。はい、体のためとお肌のために飲むんですけども。なるほど。はい、蟹瀬さんはいかがですか？僕も多分同じぐらい飲むんですけどね、夏場のゴルフだとね、多分5本6本やっぱり飲んじゃいますよね。まあ昔はね、水っていうのはもうタダっていうのが当たり前だったんですけども、今はそのコンビニだとか、はい、自動販売機でね、はい、お金を払って水を買うっていう時代になったんですよね。そうなんですよね、はい、少し調べたんですけども、ね、ミネラルウォーターの1人当たりの年間消費量なんですが、1997年は 6.3 リットルだったのが、2012年には24.6 リットルとなってるんですよ。すごいね。そうなんです。ということは15年間で約4倍も増えてるんですよね。まさにこのウォータービジネスっていうのはね、はい、成長産業になってきてるということだと思うんですね、というわけで今回はウォータービジネスに宅配水という新しいビジネスモデルを持ち込んで業績を伸ばしている企業に注目します。ペット容器などのミネラルウォーター需要は2001年以降右上がり傾向を示している。そんなウォータービジネス業界で急成長を遂げている企業がある。アクアクララ株式会社である。アクアクララのビジネスはサーバーとセットで一軒一軒に供給されるいわゆる宅配水である。東日本大震災発生時には宅配水が備蓄水の役割を果たすなど注目を集めたことも追い風となった。独自のビジネスモデルで宅配水事業で急成長し、業界シェアナンバーワンの地位を築くアクアクララを牽引するリーダー赤津雄二郎、その成長戦略に迫る。それではゲストの方をご紹介いたします。アクアクララ株式会社代表取締役社長の赤津雄二郎さんです。どうぞ。失礼します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、アクアクララ一言で言いますとどのような会社なんですか？自分たちが受けたいサービスや、はい、自分たちが欲しい商品をお客様に他社がやらない時に、はい、提供させていただく会社です。まさにそれがお水だったということですよね。はい、というわけで本日は3つのキーワードで進行させていただきます。まず最初のキーワードは何でしょうか？生活を変える。生活を変える、お水でどのように生活を変えていくのかね、はい、大変面白いお話が伺えそうです、はい、赤津雄二郎は1971年東京に生まれる。1994年青山学院大学経営学部を卒業。同年株式会社リコーに入社するが、1996年に同社を退社。その後アメリカ留学を経て2000年レモンガス株式会社に入社。2006年同社取締役に就任。2007年アクアクララ株式会社代表取締役社長に就任。現在に至る。プロフィール拝見しますとね、コピー関係の会社に勤められた後、はい、このエネルギー関係の事業ガスの方に移られてますよね。これはあれですか、もともとあった会社なんですか？そうですね、もともと祖父がレンタンの会社をやらせていただいてて、それから業態変化して、やっぱ LP ガスの主体の、CM も少しだけ流させていただいたんですが、レモンガスっていう会社を母体でやらさせていただいております。そこからスタートさせていただいております、ということはお父様の事業を継がれたと。そうですね、今でもお水の今日はお話をさせていただきますが、ガスの方もすごい面白くなってきました、だからガスに対する見通しっていうのはやっぱり、何か違うところがあったから新しい業態入れたのかなって気もするんですけど、ね、そうですね、今ここで震災の後、失礼な言い方ですが、LP ガスというのは見直しを受けたんですが、私が勤めて始めた10年前はですね、LP ガスを使っているお客様のところの近くに都市ガスの導管が通ったりするとですね、お客様がバタ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 って都市ガスに変わりたい、なかなかどんなに自分たちが頑張っても、お客様が伸びなかった、そういう流れの中のジレンマの中で、太陽光発電とかそういう
流れの中で、どうやったらお客様にもっとこうよく思っていただけるかですとか、いい商品を与えるかということを考えるとですね、その中で出てきたのが水の宅配事業だったんです。その水のビジネスのどんなところに将来性を感じられたんですか？やはりですね、もともと日本というのは飲める水だったと思うんですけれども、水道水もう子供の頃はガブガブ飲んでたんですが、やっぱりそれからコンビニでペットボトルでお水を売るようになられて、やっぱり当たり前に浄水器がついてくるようになった流れの中で、やっぱ他国とは違うと思いますけれども、日本でも僕はアメリカに留学してたので、ウォーターサーバーなどを見たことがあったので、向こうではもう当たり前のようにありますよね。やっぱり生活用水とこうやって飲む水はウォーターサーバーで飲むっていう文化がありましたので、見てきましたので、これは日本でもこんだけだんだんミネラルウォーターを飲む方が増えてこられれば、そういったニーズが出てくるんじゃないかなということで進めさせていただきました。さて、最初のキーワード、生活を変えるというふうにお答えになってますけども、これ具体的にはどういう意味合いなんですかね？あのですね、携帯や、スマホなんかはもう別格ですけれども、私一番近いのはこうウォーターサーバーに近いのはやっぱりウォシュレットとかだと思うんですけど、例えば台所には冷蔵庫があって、シンクがあって、コンロがあって、で今そんなに新しいものって出てきてないじゃないですか、そんな中でやはりウォーターサーバーを置いて利用していただくってことでですね、人の生活変わるんですよ。例えば朝起きて、今までだったらこう、冷蔵庫開けて何かお水かなんか出して飲まれるのが、ウォーターサーバーで白湯を飲まれるようになったりですとか、お子さんがジュースを飲まなくなったりですとか、いろいろなこうそれがあることによって、単純なことですけど置いていただくことによって、私たちも知らない使い方も含めてですね、やっぱりお客様のところでこう、生活のリズムが変わったり、使い方によって何か考え方が変わったりしていただければすごいありがたいなと思ってます。日本だとウォーターサーバーってどうなんだろう、オフィスとかね、そうですね、それから病院とかね、ああいうとこではだいぶ前からね、そうですね、見てましたよね。でも最近では本当にご家庭で、カニスさんもそうですけどね、置いてらっしゃる方がすごく多いと思うんですけども、そうですね、私どもなんかはの、グループの皆さんですと、だいたい2割ぐらいが企業様で、残りの8割は今もう家庭用に入ってます、その理由っていうのは詳しく言うとどんなところだと思いますか？やはりもともとはやはりこう、会社で使ってんのを見たとか、そういうのですが、だんだんもう私ども10年前に始めた時は、友人に勧めるじゃないですか、今度こういうのやったんですよ、やったから使ってみてよってことになりますよね、でお湯とお水が出て、こうやってボトルをね注文したら届けるんだよなんて言ってもはっていう感じだったんですけど、やはりここに来てやっぱりたくさんの、ライバル会社といったら変ですけど、いろんな企業様が参入されて、やっぱり認知度が高くなって、これが自宅でも使えるんだって皆さんの方が認知していただいたり、それこそ震災の後にやはり備蓄水としても使いながら備蓄できるってことの利便性を理解していただいて、やっぱりご自宅でご利用していただくことが増えたんですね。これ要するにフランチャイズ型のビジネスってことですか？もちろんです。フランチャイズでやっぱり私どもはパートナーの皆さんにやっぱり現場を任せてですね、お客様を増やしていただいて、私どもはブランドであったり、やっぱりウォーターサーバーの品質改良だったり、やはりいろんな問題、品質管理だったり、ブランドを守るということで CM を流させていただく代わりにロイヤリティっていうのを頂戴しながら運営させていただいている事業になります。ビジネスモデルとしてはもうちょっと詳しく教えていただきたいんですけども、宅配だっていうのは分かりますけれども、宅配をする方々がいらっしゃるわけですね。そうですね。この辺はどういうふうなオーガナイズの仕方をされてるんですか？ありがたいことにですね、やっぱり地元の密着している企業様が多いんです。新聞やられていらっしゃる方ですとか、倉庫ですとか、運送業やられていらっしゃったり、牛乳屋さんもいらっしゃいますし、私どもと同郷の LP ガスをやっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、いろんな方がですね、地元に密着して本業を抱えていらっしゃる方が、やはり私どもが始めた当初と同じ考えで、やはり何か新しい付加価値の高いものを提供したいっていう時にですね、たまたまご縁があっていろいろスタートさせていただいたお客様が多いです。でその方たちが地道に1件ずつですね、お客様をつけていただいたので、現在本当にたくさんの方にご利用できるようになったと思ってます。今ねこの番組ご覧の方で、このウォーターサーバーっていうのは使ったことがないっていう方もいらっしゃると思うんですね、見たことはあるけど使ったことがない、実際には、注文した場合にはどういうふうな形で、
その持ってこられて、はい、そして回収されてということになるんですか。そうですね、ウォーターサーバーはどういうふうに。そうですね、今インターネットやまあ、もちろんいろいろチラシなんかでも、うん、こうやらせていただいてるんですけども、はい、それを見ていただいてお客様を使いたいということになりますと、うん、私どもご連絡いただいて、はい、それを私どものパートナーの方がウォーターサーバーをお客様に届けさせていただいて、うんうんご利用していただいて、で最後の1本なんかを差し終わった時にですね、うん、やはり先ほど言った備蓄水の考え方もありますので、うんはいはい、その後注文していただくと、はい、次回の配送日を決めてお届けさせていただく、はい、中には他社さんなんかは定期的に配送、まあ、毎月15日とかありますけど、お客さん水使ったり量もあるじゃないですか。そうですね、利便性を考えた時に私どもとしたら、うん、やっぱり使ったお客様が自分のペースに合わせていただけるようにお電話いただいたら、まあ、次の日運ばしていただくという方式を取らさせていただきます、うん、で空の容器はその時に回収していただく。そうですね、リターナルボトルといいまして、やっぱりそれを何回も利用することに環境のエコにもなりますし、やっぱりそこで洗浄させていただいてまた詰め直させていただいて、お届けさせていただくという仕組みになっております。なるほど、とても便利ですよ ね、はい、ね、ちなみに宅配水事業の市場規模というのはどのぐらいなんでしょうかね。今約1000億と言われています。あ、1000億ですか。世帯数は250万から300万世帯でだんだん伸びているので、今でも成長産業でやらせていただいておりますので、あまり正確な数字この時点でってなかなか難しいんですが、今協会も新しく作って、やはりこんだけ注目を浴びてますので、やはり自分たちで、まあ外ではライバルですけど、やはりちゃんとした協会を作って行政ともちゃんとつながりを持って、そういった意味でお客様に安全で安心でご利用していただくことで、業界の発展をやはりしていかなきゃいけないという意義も持っております、うん、同業者、まあ、ライバルですね、今おっしゃった、はい、大体何社ぐらいあるんですか。もうその協会で調べたらですね、約200ブランドぐらい今あるそうです。そんなにあるんですか。私も答えられないです私が知ってる会社でやっぱり、まあ、20社ぐらいさんは分かりますけど、そんなにあるっていうのはちょっと分かりかねますね、まあ、それで参入してきてるってことは、はい、それだけビジネスチャンスがあるということも言えるんでしょうね、うんうん、将来に対してのね、はい、このビジネスってすごい継続事業なんですよ、うんですね、お客様にウォーターサーバーつけさせていただいて、水を一回運んで終わりじゃないですから、うんはい、その後もご注文いただいて、何年も何十年もお付き合いいただくような事業だと思ってますので、そういった意味ではある程度やはりウォーターサーバーという市場の中で投資も必要ですし、うんそうですね、そういう意味では適正な利潤をいただいて、うん、やっぱりちゃんとした企業になっていかないと、うん、ある日お客様あんな会社なくなっちゃったって言われても、うん、すごいご迷惑をおかけすると思いますので、うんうん、あるいはもういいやこんなのっていうふうになっちゃっても困るわけですもんね。そうですね、そういう意味ではちゃんと安全管理ですとか、うん、やっぱりそういったことも含めてやるために、うん、自業努力はさせていただいております、うん、今どうなんですか、そのマーケットシェアでいうと、うん、アクアクララっていうのはどのぐらいのパーセンテージを示しているんですか。約 20% です。20ってことはこれ業界としてはトップ。そうですね、もっと昔はあったんですけど、やっぱりいろんな企業さんが参入されている部分の中で、うん、ただ、うん、私どもとすれば、はい、やはり自分一社がやってるよりも、うん、やはりこうライバルの方が出てきて、うん、やっぱりその活性化する部分もあると思いますので、うん、そういったことは悪くなかったと思います、うん、一社で高い水一生懸命やっててもですね、うん、伸びなかった部分もあるんじゃないかなという点では、やはり他の方も一生懸命やられるようになって、うん、また品質もレベルが上がったりですとか、はい、やっぱりそういったことになっていくと思いますので、うん、悪い方向ではないと思ってます、うん。で先ほど市場規模1000億という話ありましたけど、はい、10年前と比べてどのぐらいこう大きくなってるんですか。やはり 4、5 倍にはなってると思います。私ども本当に2桁成長ずっと続けさせていただいておりますので、そういう意味では本当に一番最初にお話しした通り、まだ全然わからない、うん、ウォーターサーバーなんか見たこともない、うん、何を売るつもりなのかもよく言われましたけれども、はい、今では宅配水もしくはアクアクラってお話をさせていただくと、宅配水の会社でしょうとか、ウォーターサーバー置くやつでしょうとか言っていただけるようになったので、うそういった意味では本当にこう地道な活動でが、まあ、実を結んできた部分もあるのかなと。その分逆にやっぱりお客様の認知が高くなりましたから、で選択肢も増えましたし、やっぱそういった意味ではちゃんとした企業にならないと今後の、まあ、また成長段階にならないんじゃないかと思っています。続いてのキーワードは何でしょうか。アナログ。アナログ、はい、この今デジタル時代なのに、うん、あえてアナログっていうのはどういうことなんでしょうかね。社風ですか。社風は
社長との距離が近いこともありまして、まあ、一体感があることが社風かなと思いますね。ですから意見交換等もとてもしやすいっていうのが、まあ、環境としてあると思います。やりたいことをですねチャレンジさせていただける会社だというふうに感じております。ですので自分がこうしたいああしたいという熱意があればですね基本的には OK 出してくれるというような社風がございます。賢者の選択リーダーズ、今回お招きしておりますゲストはアクアクララ株式会社代表取締役社長の赤津雄二郎さんです。さて2つ目のキーワードアナログっていうふうにお答えになった、はい、まあ今デジタル全盛の時代でですね、はい、アナログっていうともう古いよと言われますよ ね、 すねやはり私どもとすればですね、うん、はい、あのお客さんとフェイス2フェイスのことをアナログと呼ばせていただいてまして、確かに楽天やアマゾンや、はい、私もなんかこう、何か買いたいなと思ったら、インターネットですぐ物を買ったら、まあ、次の日とか、まあそのまあ、すぐ届くんですけれども、私たちがやってる商売っていうのは先ほども言った通り継続取引なんですよね、はい、結局お客様に注文していただいたら届ける、うん、はい、またお亡くなりになったら注文していただいたら届けるっていう作業なんですが、うん、はい、それに携わってる人たちっていうのは、はい、まあ、もちろんインターネットでも、あのお水の注文もできるようにはしてあるんですけれども、うん、ほとんどの方はやっぱりお電話でご注文いただくことが多いんです。あ、はい、あ水がなくなったら持ってきてっていうことを言われて、その電話応対してくださる方をですね、一応コミュニケーションさんという名前を呼ばせていただいてるんですけど、また配送してる、はい、配送もですね、はい、あの今ポーターさんという名前にさせていただいてるんですけども、いつも同じ人に届けていただきたいじゃないですか。ポーターさんだって女性で、もし届けるんだったらいつも違う人に届けられるよりも、まあ、いつも同じ人に基本的には届けていただきたいなっていうのがあると思うんですね、それは通常のですか、はい、宅配の業者がありますよね、はい、そういうところに委託をして。そうじゃないですよ、ほとんどの私どものパートナーの皆さんは自前でやはりあの配送のポーターさんを、まあ、雇っていただいて、基本的にはいつも同じメンバーが行ってもらえるようにさせていただくことによって、やはりこう安心感といいますか、そうですね、そういう意味ではフェイス2フェイスの部分を大事に、やはりお客さんと会ってないようで、ちゃんとこう一番合わせていただいたのは電話を受けていただいている方、やはりいつも配送してくれる人、でそしてうちはあの毎年1年に1回メンテナンスを必ずしてますから、その人たちがちゃんとしてればアクアクラーっていうのはちゃんとしたあの、あ水取っててよかったなって言っていただけると思うんですね、うん、そういった意味では僕は本当にデジタルはもちろん注文なんかはデジタルできますけれども、実際問題はやはりちゃんとアナログ的なことをしっかりしていかないと、やはりこうあの伸びないというか、そこを大切にしていれば将来もしかしたら、あのうちのパートナーの皆さんにも言ってるんですけど、もしかしたら私どももともと住屋からレンタン売ってたのがLP ガスになったように、もしかしたら将来水売ってないかもしれない、でも配送してる、もし仮に田中さんっていう方がいて、配送してる田中さんが言うんだったらこれ使ってみようかしらっていうものも、やっぱその人が言えば、いつも言ってちゃんとしてくれてるあなたが言うんだったらっていう部分はあると思うんですよ、やっぱ人対人で、お客様の立場から考えると安心感っていうのはまずすごくありますよね、はい、これって人件費とか考えたらすごく割高になっちゃうんじゃないですか。そうですよね。そうなんですけど、最終的なラインを見るとやっぱりお客様がもしこうじゃあ外に委託してました、お客様としてはこう利便性でまあいい部分があったとしても、最終的にお客様が何十年後何件残るかとか、そういう考えをした時にはですね、僕は絶対そのまあ最初構築するまでは大変ですけど、やはりそこをちゃんとこう配送網であったりネットワークだったり、ちゃんとコミュニケーターの方のやっぱそういうのができてれば、最終的に長くご利用していただいているお客様の数は全然違うと思ってます。なるほどね。そういう意味じゃ中長期的なちゃんと戦略的な動きだってことは言えるわけですね、はい、そうですね、何度も言わせていただきますが、私は継続取引が一番、それが LP ガスで一番培ったあのノウハウなんですね、はいはい、やはり単発の商品で、例えば変な話ですけどいい商品がありました、1回売って終わり、今年はすごい儲かったな、でも来年はなんか売るもんないよっていうような事業よりも、やはり私ども最初は大変で一件一件つけなきゃいけないけれども、やはりそれがまあ身となり、こうだんだん力をつけさせていただいて、そこからお金をちゃんと安定的にいただくことによって、お客様にも迷惑をかけないし、新しい事業展開もできるような会社っていうのが正しいと思いまして、 LP ガスはまさにそうなんですね。一度こうつけさせていただくと長い年月お付き合いさせていただくっていうビジネスモデルで、その流れの中で例えばその
ガスファンヒーターを売らせていただいたり、うん、リフォームのお話をさせていただいたり、ね、そういう流れで来ましたので、そういう意味ではきっかけは今回はお水かもしれませんけど、うん、何かお客様が望むサービスがあれば、うん、将来的にはお客様にご提案させていただくことだって可能だと思ってます、うん、その点によると私ども一番最初に大変なハードルだったかもしれませんけど、うん、お客様に配送させていただく自社のネットワークっていうのを、はい、パートナーの皆さんと一緒に作らせていただいたのが、うん、今後将来のこの糧となるんじゃないかなとは思っております、うん、まあ、そこでパートナー企業の方々がね、はいはい、どういうふうに考えているか受け止めているかですよね、はいはい、ということで今回ですねアクアクララのパートナー企業を取材してまいりましたのでこちらをご覧ください。アクアクララの高い水事業はフランチャイズ制を取り入れている。現在フランチャイジーは92社全都道府県をカバーするネットワークを構築している。多くのフランチャイジーはそれぞれ新聞、牛乳、酒類、米穀などの販売店や配送、生協、燃料など自社のインフラやノウハウを持っている。そのネットワークを生かす形でアクアクララの宅配水事業を展開している。水のアクアクララでございます。いつもご利用いただきましてありがとうございます。ご苦労様です、はい、数あるそのウォーターサーバーの会社からですねあのアクアクララをお選びいただいてくださったわけですからあの選んで満足していただけるような接客を心がけています。いやでも皆さん素晴らしいスタッフさんばっかりで電話の対応の方も大変親切にしていただいていい会社なんだなって。いただいたお電話で大変申し訳ございませんが1年を目安にサーバーのメンテナンスをいたしております。またアクアクララのウォーターサーバーは全てレンタルで1年に1回の定期点検を義務付けている。さらに環境にも配慮し使用済みのボトルはアクアクララポーターによって回収され洗浄して再利用している。あのサーバーっていうのはレンタルですけども、はい、希望すれば買い取ることってできるんですか？あ、できません。あ、できないです。あのですね、あの、はい、私たちもレンタルにこだわらさせていただいているのは、はい、もし、まあ、欧米やそのアジアなんかですと、うん、あのやっぱり売ってるんですね電気屋さんに。でお客あの、まあ、アジアなんかですと電気屋さんでそのウォーターサーバー買ってきて、お水はどこでもいいから注文できる、うん、なるほど。でもやっぱり日本でよくよくこう商売をずっと長いスパンで考えさせていただくと、はい、もしお客さんに売って、うん、その機械で どの水入れてるかもわからないような状態になってもし何かこうお客様に不具合があった時に、やはり誰が責任を取るのか、絶対できないですよね。だからそういう意味では私どもはお客様にこう使っていただくときはレンタルにさせていただいて、お客様が使っているものを私どもが把握させていただいて、例えば自社のお水を使っていただく、やっぱそういうのを必ず守っていかないとですね、何かその将来 そういう、まあ、一時の先ほど言いましたけどやっぱ投資の部分で実際パートナーの皆さんは売りたいと思うんですよ。だお金回収できるじゃないですか、キャッシュに、ね、なるじゃないですか、やっぱそういう意味では売りたいと思うんですが、そこはダメですと、やっぱり守っていただいてフランチャイズ本部としての役割として守っていただいて、やはり投資していただく部分なんですけれども、やっぱり長いスパンで考えたらやっぱりそこをちゃんとすることによってお客様との信頼関係もできますし、やはりそういったことであの長いお付き合いをねさせていただけるようになると、必ず私はそういう話をさせていただいてます。まあ、このフランチャイズビジネスっていうのは僕もこれまで随分ねいろいろ取材をしてきたんですけども、難しいところはねそのフランチャイズーの方々、これは一国一城の主で社長さんがまあいらっしゃるわけですね、はいはい、この方々はこの方々なりのいろんなものの考え方があって、その本部というところとなかなかうまくいかないっていうケースが多々見られたんですけども、そのあたり その例えば教育の部分とかマニュアル的な部分とか、この辺というのはどうなさってるんですか？私どもとしたらあの必ずあの研修を受けていただくような努力をしますよね。どんな研修なんですか？ですね、基本的にはもうお休みの時土日を使わせていただくんですけど、私がちょっとお邪魔させていただいて、大体こうまあ規模にもよりますけど、あの30人ぐらいを一つのグループにさせていただいて、まあ配送なら配送、あの電話応対のコミュニケーターの人だったらコミュニケーターだけの方を集めさせていただいて、そこでまあ冒頭で私がお話をさせていただいて、その後こう
まあ、順次先生に代わってですね、お話をさせていただく仕組みで、やはり何かその休みに出ていただいたのに何も持って帰れないですとか、何の役にも立たないような研修だったら次回やった時に出てもらえないと思ってますから、その研修こそ僕は本当に一番力入れてまして、そこでやはり何か身になったなとか、これ使ってみようっていうものがあれば、結果的にお客さんのところにそれが発揮されて、私のあやったらうまくいったじゃんっていうことで、こうお客その配送していただいているポーターさんも自信がついて、次のところも声が出ていったりすると僕は思ってますね。具体的な研修の中身ですよね。これはどういうことを主に教えてらっしゃる。まあ、私の話のパートの部分では基本的には皆さんが主役ですよと、毎回お電話をお客様からお注文出ていただく方、そしてその注文に合わせて配送していただく方、でメンテナンスを1年に1回ちゃんとしている、この人たちがちゃんとしてれば、アクアクララっていい会社だよね、やっぱ使っててよかった、もしかしたら他の人にも紹介してあげたいって思っていただくかもしれないですが、だから今その電話を受けてる方とかね、はい、あるいはその配送の方とか、はい、まあ、この方々人が入れ替えたりもしますよね、はい、である種の何かインセンティブっていうのは言葉だけじゃなくてね、必要な気がするんですけども、まあ、アクアクラにちなんで A1 グランプリっていうのをやらせていただいて一応全国で地区予選をしてさせていただいて、仮想的なこう模擬のこういうテストをさせていただいて評点をつけて、その全国大会をやはりこう皆さんが集まるときにちょっとやらさせていただいたりとか、それを表彰して、そのナンバーワンの人はポロシャツの色が違うわけですよ、ナンバーワンとかね、やっぱそれで意義で、お客さんに対してもやっぱそういうで、あ、自分は自信持っていただいたり、ああちょっとちゃんとしなきゃって思っていただくことによって、やっぱりこう意識が変わっていったり、自分はやっぱり皆さんの代表者でナンバーワンになったんだから、ちゃんとお客さんにもやっぱり気を抜かないで、配送してる時って誰も監視できないじゃないですか、どんな対応してるかなんて点数もね、見つけられない状態じゃないですか、やっぱり意識を持ってもらうしかないと思ってるので、お客様のところに対しては、皆さんは今日配送する30件のうちの1件かもしれないけれども、お客様にとってみれば1件中の1件だから、その30件の1件だからちょっとだらしないことしてもいいっていうことはないわけですよね。だからそういったものを意識してもらうだけで全然変わると僕は思ってるので、まずはその意義とか、やっぱりその考え方とかを整理していただいて、それプラス技術ですよね。やっぱりテクニックといったら変ですけど、お客様のこういう動作だったら考え方としてこういう考えありえるねっていうことを、やっぱり技術としてもお伝えしていく。でも一番はやっぱり根底として、このアクアクララせっかく縁あって入っていただいたんだから、ここでやっぱりね、この事業でねうまく成功しましょうよっていうのがやっぱり根底にないと、やはりお客さん迷惑かけてしまうし、その人も意味ない。どうなんですか、そのフランチャイジーの社長さんたちがいらっしゃるんですよね、そこをまあ頭の上を通り越して働いてる現場の方にいろいろ研修するわけですね、社長さんたちの反応っていうのはどうなんですか。やっぱりこのビジネスを成功させようと思ってやってるわけなので、研修させていただきますということは言いますし、私が行くことによって、まあ土日ですけどお休みのところ出ていただく調整していただいてるわけですから、何かこうね、こう持って帰っていただくようにしてるわけですから、そこは変な話勝負ですよね。本当真剣勝負、真剣勝負ですよ。やっぱこんな研修ね出ても一年もだったら休みで寝てた方がいいよってことになっちゃうじゃないですか。やっぱそうしたらね、やっぱりそういうのがお客さんに迷惑かけることになるので。ということでですね、今回はフランチャイジーの代表の方に岡津社長の指導をどう思われているのかを取材してきましたので、はい、こちらをご覧ください。赤津社長はかなりリーダーシップを持たれて、グループを引っ張っていって。いらっしゃると思うんですね。ですし、特にフランチャイズビジネスですので、その社員教育っていうのがなかなかこう、我々もそうですし、規模からすると行き届かない部分というか心配な部分が結構あるんですけども、かなり社員教育、グループ内の、そうですね、ポーターに始まり、コールセンターを含めですね、教育ってことに熱心に取り組まれているので、そこは非常に僕は楽しく思ってますし、非常に私も経営していく上ですね、助かっている部分ですね、はい。さて今のね、インタビューを拝見していると、やっぱりうまく本部とフランチャイジーのこう信頼関係っていうのは構築されてきている気がしますね。ありがとうございます、もちろんやっぱり一心同体ですから、そういう意味ではフランチャイズ本部だけがうまくいってもしょうがありませんし、現場の人たちがちゃんとやっぱりやって、それでやはり
伸びてる、順調に伸びるってことが大事だと思ってます、人生だったりビジネスでは大先輩の方たちがオーナーさんたちにいっぱいいらっしゃって、そういう意味では見守っていただいてる部分が多いんじゃないかなと思ってます、行けるとこまで行ってみろっていう感覚で見守っていただいてるんじゃないかなと、そういう意味ではやりたいようにやらせていただいて、その代わりやっぱり責任とやっぱり自分の発言には気をつけてます、では3つ目のキーワードは何でしょうか、日本式、今ね、グローバルの時代に ね日本式ですよ、どういうことでしょうかね、強み一番はやっぱりお水が美味しいっていうことで自信を持っておすすめできる商品もサービスもご提供できるっていうことですね、もう本当に最初の頃はアクアクララといっても誰も知らなかった時代からですね、10年経って今になってみますとほとんどの方がアクアクララご存知というか知っていただけてますので、そういった意味ではアクアクララのブランド力っていうのがやっぱり我々の一番の強みだと思いますね。賢者の選択リーダーズ、今回お招きしておりますゲストはアクアクララ株式会社代表取締役社長の赤津雄二郎さんです。さて3つ目のキーワード、日本式とお答えになりました。お手洗いだとね、和式と洋式はすぐ分かる、日本式ってどういう意味なんですか。もともと宅配水っていうのは、アジアで、もしくは欧米で、やはり当たり前のように使われて、ご提供になってるんですね、そういう観点では今まで日本の今宅配水でやってるのは、ウォーターサーバーを、韓国とか中国もしくは欧米なんかの機械を輸入させていただいて、それをお客様にご提供させていただいてるんですけれども、ここまでやはり先ほど言った通り認知も増えましたし、宅配水の市場も増えた中で、やはりこれから求められているのは日本式のやはり品質管理基準だったり、やはり日本式の安全管理だったり、そういったところをやるために私どもが目指しているのは、やはり100万世帯のネットワークっていうのを今後やっぱり大きな課題として、やっぱそのぐらいないとですね、日本式のウォーターサーバー開発するってやっぱコストかかるじゃないですか。なるほどね、やはり単純に中国ね韓国が悪いわけじゃないですけれども、そこを輸入してきてそのまんま今までやってきましたけど、よくよくこう10年経って自分たちで見直してみると、やはり日本の安全基準だったり、もちろんちゃんと PSE とか取ってますけれども、もっとより良いやっぱり日本のやっぱり管理の仕方、メンテナンスをねちゃんとやらなきゃいけない、もしくはやっぱりサーバー売れない、やっぱそういうにはやっぱりそういったものを作っていく、日本のスタンダードを作っていかないと、本当の意味での高い水がお客様にこう定着したとは言えないんじゃないかなと、そういう意味では、いろんな業者とも提携を考えてますし、やはり100万世帯のネットワークがあることによって新しい基準値のやっぱ開発コストとかを見込んで、やっぱり大量に作ればある程度コストも抑えられますし、やはりお客様にも安心して使っていただく、よりよくねできるんじゃないかなと思ってます、というわけでアクアクララのこれからということを考えた時にですね、どういう企業をこれから目指していくのか、そのあたりちょっとお聞かせいただけますか。今のままで良ければですね、あんまりそういった今でも成長してますからいいんですけれども、先ほど言った通りやはり将来に向けて日本式もしくはもっと品質管理、やっぱもっと高い基準でやっぱり考えて、もっと安心していいお客様に、世の中5000万世帯あるわけですから、もっともっと普及できる可能性があるわけですよね。そういう意味ではこれから第2弾やっぱりもっと成長していくためには、やはり今までの借りてきたと言ったら変ですけど、他の国で作ったものではなくて、日本式の新しい標準のウォーターサーバーなんかを作らせていただく、もしくは日本にあったスペースにあったようなボトルを開発することによって、やはりもっと身近に思ってもらえるためには、ある程度の100万世帯のネットワーク最低必要なんじゃないかなと、そういう意味では私たちも自分たちのブランド以外、今回サントリーさんと組みましたけれども、このサントリーフーズとの業務提携ですね、これは主にどういう分野での業務提携になるんですか。私ども、ボトルドウォーターっていうアクアクララ独自の作り方をさせていただいてるんですが、サントリーさんの天然水っていうのものも販売していく、今サーバーも別々ですから、やっぱ将来的にもし発展することがあれば、両方使えるようなサーバーを作らせていただいても結構ですし、やはりもっと品質管理でね、やっぱそういう意味ではアクアクララ独自に今まで成長させていただきましたけれども、やはり次の世代もしくは次のステージに立つためには、いろんなところ、いろんないい部分を吸収させていただいて、やはりまず
パイを広げること、自分たちのを広げること、やっぱりそれでお客様に安心感を持っていただくことによって、もっと広い裾を広げてたくさんの方にご利用していただくことで、将来的にはやはり水じゃないものもご提案させていただくっていうのが私たちの将来のこう発展系だと思ってます。なんかイメージあるんですか、水じゃないもの。水じゃないものですか、今言っちゃうとまずいんで。そうか、ちょっと聞いてみたいな。いやでもやはりせっかく私のご提案するところを持ってるっていうのはありがたいことだと思ってます。まあそのネットワークの上にいろんなものを乗っけるってことは可能ですよね。はい、もうお客さんが望むものであればですね、いいものをいいとこと組んで、やっぱり正しいものをご提案させていただくことによって、お客様も安心するじゃないですか。アクアクララから買ってみようっていうふうに思っていただけたら、それは一つの選択としてはありがたいことだと思いますし、それに行くためにはまずは水をちゃんとした長くご利用していただく形でちゃんとしていくのが大事だと思います。まあだけどこれからね、かなりいろんなポテンシャルがあるということが分かりましたので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。若い人にお伝えすることがあるとすれば、今流行ってるものは追わない方がいいと思います。明日明後日っていうのはなかなかわからないんですけれども、3年5年10年後の社会っていうのはだいたい予想した通りになると思うので、ぜひそういったものにいち早く一番にならないと、一番最初にやらなきゃ意味がないので、そこを注意してやっていただければと思います。